大丈夫です。あのね、今日はちょっとさっきね、友達から急に電話来てですね、今ちょっと土砂降りなんですけどね、畑見に行こうっていうことでねあのせっかく誘ってもらってるんで、ちょっと今向かってるところですね。なんかどうもね、草刈りしてたら、スズメバチの巣が出てきてね、ちょっと困ってるようなんで、でまあ退治するって言うんでね、大丈夫かと思うんですけど、まあちょっと見学行きたいと思いますね。あとね、現場この辺だと思うんですけども、あ、友達も来てますね。はい、じゃあちょっと、見ていきます。はい、ちょっとね、こういう風に、準備をバッチリしました。ね、友達に聞いたらね、なんかあの雨降ってきた方が襲いかかってきにくいんちゃうかなと思って、でね、あと安全のためにね、水で飛ばして壊すそうです。すごい雨やな。あ、友達いましたね。どこにいてんの？わかりますか？あそこの美車庫の枝のとこに。あ、ここにあるっぽいですね。危なかったら逃げてください。はい。ちゃんと行くかどうかもわかりません。そうやな。いいでしょうか。はいはい。どうなったどうなった。あ、飛んでけえへん。飛んでけえへん。ラッキーや、ラッキー。もういいでしょうか。壊れるんかな、水で。あ、でも跡形は今見当たらんな。土の団子みたいなないわな。あ、落ちちゃう、落ちちゃう。落ちちゃうな。あの黄色いなんか幼虫かなんか。飛んでくる。あ、ハチに近い、飛んでくるな。大丈夫か。え？ハチ一匹いける。見えるかな。あ、何匹かいてるわ、ハチ。見えますか。よう分からない。そこら辺にハチが いてんの。今落ちましたけど、一匹。まあ、あの動画は…あ、そう、動画は気にせんとやってくださいよ。ええな。え、動き鈍なってんの。鈍なってんのちゃうんかな。風が…あそこに白いの。あ、はいはいね。うん、これ風です、ね、そうだな。あ、落ちた。落ちたな。これ、これ、これ。うわ、すごいな。風ちょっと雨で見にくいですけどね、取れない。こうなりました。成虫わからんけど、あっちに残ってんのか。成虫、2、3匹しかいけなかった。ああ、一匹出てきた、こいつや。これ。あー、そこにいてんのか。どうやるんかな、これ。そこに、いますね。ちょっと動き楽しいですね。これ、これも潰しておきましょうか。なあ。あ、どっか行ってみる。あ、8匹来た。雨っていうのが大きいと思うんですよ。ああ。晴れやったらブンブンそこ飛び回ってるはずなんで。ああ、なあ。雪の風来ると思うからね。かぶっとった。晴れやったら10メーターぐらい、あ、動いた。大丈夫か。はいはい、大丈夫。10メーターぐらい離れてても、僕邪魔やん。飛んでくる風が。
ていうのがあるな。うん。死んだでしょうか。あ、でも手前見てるな。あ、ほんまやほんまや。えい。出た、出た。うん。ごめん。生きてるのは生きてるな。なあ。ミミズちゃうんか、あれ。え？ミミズ、これ。違う違う、あの根元、株元。あ、ほんまや。こっちな、こっちか。そうそうそう、そこそこ。いいのはいけるかもね。え、これキャラクター、ここかもわからん。あ、ほんま。うわ、怖い。こんな間近で見たら初めてやな。とりあえず巣を壊したらいなくなるらしいんで。ああ。どっか行ってたとしてもどっか行ってしまうんやろな。うん、さっきも木出てきたんだもん。木あっちへ飛んだんか、向こう潰れてしまったみたいですね。そっか、わかりませんもんね。見当たりません。あ、それや、それや。あ、それか。うわー、すごいな。あ、いてるわ、幼虫。幼虫はいてるな、やっぱりまだ。うーん、恐ろしいな、これ。こんなんでもなったら、もう大飛んでやったら壊ないんですよ。飛んでくるやつがいてたら壊ないんですよ、ね。まあまあ、そうやな。え、今日のお昼ご飯だ。いや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 。あ、よかったな、でも。これでも、言うてくれて知ってたからよかったですけど。あ、そうなん。もう分かってたん。見てるって聞いてたから。あ、でもこう知らんと草刈り機で張ったりとか、なんか作業しに来てやったら、えらい目に遭います。ほんまよな。天気も良かっただな。うん。天気良かったら飛んでくれてたら多少わかるかも。ああ、そうか。さっきはあの、普通の入り口へずっと止まったままやったんで。ああ。多分これ飛ぶやつは雨が苦手なんやと思うんですけど。うんうんうん。撤収しますか、じゃあ。はい、撤収しますよ。ホースってね、こうやってね、なるんで、引っかかるんですよね。まあ、今のところ引っかからずに、撤収できてそうですね、これ。雨の畑ってすごいな、ほんまに。ね、山の畑なんで、こうやってね、あの、水出てきてますね。ここなんかすごい水出てきてる。いやいやいや。すごかったな。急でしたが、ありがとうございます。あ、いやいや、こっちこそありがとう。そういうことよかったですか。そうやな。まあ、うまくいってよかったな。雷も鳴ってきたし、まあ、あ、まあまあ、片付けるんだもんな。いや、これでもう帰るだけなんです。ああ。無事に撤収もできたようなんで、まあ、無事に良かったですね。見ていただいてありがとうございました。みかん食べて、みんな元気に。楽しくやっていきましょう。はい、それじゃあさよなら。か、雷も危ないし。帰りますか。最後の一言が思いつかんかったんで。まあ、雷の下り入れとこう。ちょうどガーンってなったら面白かったんだよね。あ、帰りましょうとかって。喋ってる途中でちょっとなってた。コロコロって入れとかなあかんのじゃん。音入ってないかな。まあ、じゃあありがとう。はい、こちらこそ。はいはい。